皆様こんばんは。鉄道考察系チャンネルのゆうぴです。今回は中央線から間もなく E233 系の一部が転属することがほぼ確定した件と、その E233 系の転属先は複数であることがほぼ確実な件について詳しく分析していきます。現在中央線では E233 系が活躍していますが、所属している中央線向けの E233 系とグリーン車の製造予定数が合わないこと、グリーン車組み込みの対応改造が行われていない編成がいること、今年9月から導入予定の新システム TASC に対応していない編成がいることなどから、ちょうどグリーン車組み込み対応改造などが実施されていない3本ほどが離脱すると考えることができます。そしてそのうち2本は改造や製造過程でホーム検知器が設置されていますが、そのうち1本はホーム検知器の取り付けが行われていません。ちなみに他の E233 系は全てホーム検知器の設置が改造で行われています。そしてこのホーム検知器は都心の路線では幅広く使われている一方で、ローカル線や地方郊外の路線では使われない傾向があります。よってホーム検知器がついている2本は京葉線や武蔵野線など都心の路線へ、ホーム検知器のない1本は長野地区や高崎地区などのローカル線に転属する可能性が高いと言えるのです。そしてもう少し深掘りをすると、ホーム検知器がつかなかったということは中央線に残すことも、埼京線や京葉線、武蔵野線など都心の路線に転用することも想定していないということでしょうから、ローカル線に転属するのは確定と言ってしまっても過言ではありません。しかもよりにもよってこのホーム検知器がついていない編成のみ 6+4 に分割可能な分割編成となっており、この編成だけローカル線に簡単に転用することができます。逆に他の通常の重量編成をローカル線に転用するとなると、編成の組み替えや大量の中間車の余剰廃車が出てしまうことが見込まれます。よってこういった観点からも、ホーム検知器がつかなかった分割編成の1本はホーム検知器が使用されないローカル線に転用され、残りの編成に関しては中央線から引退した後も都心の路線で活躍することはほぼ確実なのではないでしょうか。ということで、以上 E233 系の転属と転属先が判明したかもしれない件についての分析でした。皆さんはどう思いましたでしょうか？ぜひコメント欄でご意見ご感想を教えてください。この動画が面白いと思ってくれた方はぜひ高評価をお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。